はい、やっぱり人格っていうのは表情に出るんでしょうかね、人間っていうのは。まあ、ワンちゃんでも怒ってる時はね、すごい形相しますしね。まあ、人間ならなおさらかなと思います。今ね、右下に映ってる、週刊女性プライムの取材の時の、この安倍総理の顔なんですけども、とっても爽やかで、いい人ですよね。私もこの時ね、安倍総理のことをすごく期待して、すごくパワフルな人だなと。さすが、小泉純一郎さんの、まあ、弟子筋に当たる方だなと思ったわけですよ。2003年の写真でございます。でもこれからですね、長期政権を担う安倍さん、第2次安倍政権なんですけども、ここに書いてますけども、7年間という長期政権で安倍さんは権力を持ちすぎてしまった。安倍さんを守るためにも官僚も大臣も平気で嘘をつき、国民ではなく安倍さんのための政治になっているというふうなことですよね。でタイトル読んでみます。安倍首相、歴代最長政権で何をしてきた。嘘ばかり内閣、数々の愚策とお友達人事ということで、まあ嘘ばかり内閣になっちゃうんですけども、結局ね、予算委員会とかで安倍総理っていうのは自分のリーダーシップとかいいところを見せようと思ってね、ちょっとね、言葉が過ぎるんでしょうね、きっとね。こういう不正に私が関わっていたらもう国会議員辞めるみたいなところから、非常に悲しい事件が、森友事件みたいなのが起きちゃったりとかですね。で、今回の緊急融資も無利子無担保で誰にでも貸しますよみたいなこと言うもんだから、やっぱりね、財政を担当するというか、実際に末端で業務をする、まあ、高子さんとかね、非常に辛いというかね、厳しい思いしてると思うんですよ。いや、そういった形でね、今回の記事なんですけども、安倍さんって次から次へと政策の看板を書き換えるって書いてますけども、本当にそうなんですよね。こういうふうな形です。デフレ脱却、3本の矢。女性活躍、地方創生、1億総活躍、働き方改革、人生100年構想、人づくり革命。一つぐらいね、達成してから次行ってほしいんですけども、これ全部ね、まあ確かに政策がうまくいかなくなったら次のもので逆転するっていうのはあるんですよ。でもあまりにもうまくいってなさすぎるんですよね。だから今となってはね、ここにも書いてますけども、どれも聞き障りの良い言葉ですが、例えば人生100年構想は、定年を70歳まで延長して、さらに年金の普及を遅らせる狙いがあるというふうな形で、看板は、スローガンはいいんですけどもね、私たちには、ちょっと受け入れがたいというかね、結局、いろんなツケをね、国民とか官僚に押し付けているのが、安倍さんの今のね、姿なのかなと思っちゃいますよね。で、数の力で押し切り、お友達は次々に出世ということもあります。まあ、数の力で押し切る。まあ、そうですね。まあ、自民党も多くなりましたし、自民党に入れば有利な条件をね、もらえると思ったら、まあ、それに付き合っちゃいますよね、人の心っていうのは。広島でも最近ね、河合案里さんが、公職選挙法違反なんじゃないかとかね、ウグイス嬢に日当をね、ばらまいたんじゃないかってことを言われてますけども、1億5000万の、選挙資金もらってるわけですよ、自民党から。それ自身は違法じゃないですけども、同じ地区で頑張ってる方はそんなにもらってないわけですよね。で、お金の力で政権を取っちゃうとかね、権利を取っちゃうとかね、国会議員になれちゃうとしたら、もう何をやってるんですかって話ですよ。政策とかその人の実績とかね、国民への信頼ではなくて金の力とかもなると、もう歪んだ経済大国日本の本当にね、悪い面をずっと見てるような感じですよね。はい。で、森友事件の方ですけども、安倍昭恵夫人の関与が囁かれ、完全に関与してるんですけどね、みんな知ってますよね。ただ内閣が認めてないだけで、もう王様の耳はロバの耳と、裸の王様ですよ。国有地が大幅に値引きして売却された森友事件で、そう考えると国有地大幅値引きが事件なのに、なんで籠池さんがね、助成金詐欺で逮捕されてんだって、全く関係ないですよ。で、見てください、籠池夫妻は昭恵さんと出会わなかったら逮捕されなかった。その通り。他にも赤木俊夫さんという方が犠牲になりましたよね。彼は近畿財務局の上席国有財政管理者という立場で文書改ざんを強いられ自殺したと。本当に真面目な方だったんですよね。本当にね、こういう方が国民の味方のはずなんですよ、ね、改ざん前の文書には安倍昭恵夫人の名前が繰り返し出ているのに、安倍さんが国会で私や妻が関係、ああもうね、私は妻が関係しているということになれば、間違いなく総理大臣も国会議員も辞めると、こんなこと言うもんだから。ねえ。辞めなくていいんで、もう真相を明らかにしてくださいよ。で、獣医学部の問題でしょ、で、安倍さんの意向に逆らう者は冷遇され、従う者は交代後を受けるというお友達人事。まさにそうですよね。麻生さんもそれに加担して、麻生さん、なんか、そんな人じゃなかったはずですよ。菅官房長官、そんな人じゃなかったはずですよ。どうしたんですか、
あのね、人に従っちゃダメなんですよ。法に従ってくださいよ、公務員は。ということを言わせていただいて、あとは皆さん記事を読んでください。以上です。